こんばんは。10月26日的なやつのストグラの放送です。瞑想10分前に始めます。やります。でも5時までやるかどうかは見て、ちょっとね、何個か追加予想あるから、本当はね、衛星外で作業だけやっとこうかなと思ったんですけども、ちょっと衛星付きでやりたいなって感じのところがね、何か所かあるんで。ちょっとお着替えもしなきゃいけないのに、携帯が開かん。機内モードはとりあえず解除し、今回も試乗会行けなかったな。何にしようかな。何にしようかな。そうだ、ハロウィンメニュー一応あるから、それの告知出しとこう。でも今お店にいないんだけどな。ハロウィン、あったあった。いや、去年ご好評いただきましたハロウィンメニュー、今年も出してます。パン屋、パン屋のハロウィンメニューで、これをリンクコピーして、ほいさ、オッケー。んで、ちゃクロスクロス、危うく、売店のおっさんにあげるとこだった。あ、いっぱいか。いや、重ねてくれよ、そこは。ポイ捨てします、タバコ。悪いことします。これで2本入ってないのか。でもこれ2個スタックできるんだよな、不思議。あと5分でもろもろ間に合うか。とりあえずパン屋には戻りたいんだが、魚売って、カバン開けて、パン屋戻って、着替えて、ミッドディバに戻って、食べてね。あと5分、売る、130万。俺今レベルいくつだ。まだレベル10か。ボード2、釣りレベル、釣りランキング2。
グループチャットは、Lさんが牧場行ってくれた。ありがとう。もしもし。もしもし。おはようございます。おはようございます。このん瞑想入る前に起きたんですか。さっき起きた。あ、おはよう。あ、そうなんだ。うん、今日ってさ、はい、何時まで起きてます。予定がないのでもう寝ようかと思ってたんですけど。あ、そうだったんだ。あじゃあ何か今いる予定があるなら、レイオン、今レイオンか。はい。あ、起きますよ。なら予定が。あうーん。あ、すまん、なんか今運転しながら電話してるから脳みそがまとまってない。あ、大丈夫です。そしたらレギオンか。レギオン、あと3分しかないから。うんうん。レギオンって今人多い？あ、多い。多いか。うん、どうしようかな。あ、移動しましょうか。うん、そうだね。何や？パン屋側は来てもらえるとありがたいっちゃありがたいけど。はい。あ、じゃあ一旦切って。一旦切ります。うん、はい。はい、もう本当に運転しながらだったから脳みそがまとまらなかった。普通に来てもらえばいいんだけど。じゃあこっちで人、あ、いないか、よしよし。ん？あ、いたいたいた。ごめんね、ありがとう。はい、あ、てか、やべ、もうダメだ。1分じゃちょっと時間なすぎるが、一瞬起きれる？ 3 時以降。3時以降って一瞬起きれる？ちょっと時間空ければ。ちょっと。あ、はい、じゃあなんか、あ、ちょっとって言っても、10分とか、うんうん、7、8、9、10分ぐらい。あ、そのくらいだと全然時間潰してるっていうか、なんか俺もまだやることあるし。あ、そうなんですか。うん、あ、しまったら、そしたらこっちまで来てもらわなくても大丈夫だったのか。あ、そうなの。ん？あ、いや、ここで一旦瞑想して。うん、はい、すまんね。あ、いえ、もうちょい早く起きるつもりだったけど。おぉ、10分前だった。もうアボハスでよくさ。いや、またなんだ。このテキーラはサービスだから。まあゆっくりゆっくりできないな。瞑想だな。はい、あ、じゃあ全然こっちは大丈夫なんで。はい、はい、早くて5分、はい、3時5分後。じゃあまた連絡お願いします。はい、はい、すいません。ほんとね、10分前に起きるなよって話ですよね。うわ、うるさい、なんだこれ。なんかすっごい音楽今流れたけど、配信まで乗ったかな。何のが流れたんだ今。グラグラでも起きたか、このご時世に。
今日はちょっとパン格言も変える時間なかったな。今日は何番かな。この旧通りだったら30番台なのかな。いや違うな。でも絶対この並んだ順位より遅い番号になるよね。で、今日というか昨日の3時以降から含めた追加要素が、カジノがアップグレードされて内装が変わったのと、今日のアップデで車両にバイクも含め名前を付けられるようになったっていうのと、あとはお、イラスト変わった。あ、そうだ、クロアさんに書いてもらったステッカー申請しないと。あれをいろんなとこに貼ったりなんなりしたい。クリームソーダ、うちも作ろうかな。ここはあのレコスタのところだ。危ねえ、今キャラクター削除のとこ触ったと思った。ビビった。でも触っても消しますか、はい、家のワンクッションぐらいはきっとあるだろうからと信じたい。知らないおじさんだ。知ってる俺だ。店内テレビをつけーの。もうハロウィンメニュー実はこっちの店内テレビの方には流してるんだけどね。揚げパンとシャンパンタワーと、あとハロウィンメニューのやつも多分入れたはず。これちょっと色味があんま良くないね、背景の。ちょっとなんか食欲を失せるカラーリングになっちゃうな、これだと。パッと見落ち着くカラーリングかなと思ったけど、こうやって周りの背景と合わせて見るともう少し赤みのあるカラーリングの方がいいかもしれないね、これはな。全部ね定額になったんで見た目と名前だけを前面に出すことができるようになったけど、なんかちょっと寂しさもあるな。でハロウィンメニューも出せます、出せまーす。出勤出勤出勤の筋肉が動かない。マジで動かんぞ。動いたぞ。出勤だぞ。誰かいる？ L さんがいる。売上チェック、昨日、25日時点で2929万3000からの334130000。ちょっと集計遅い時間になっちゃったけども、412万円の売り上げです。とんでもねえなあ。でもこれ昨日っていうかどっちだかな、一昨日だか昨日だかどっちか集計し忘れたんだよな。
あ、でも昨日の時点で2級2級だから、どの道かなりの額動いてんな。値段上がったとはいえ、やっぱり便利だからパン屋のパンはみんな買ってくれるんですね。これで売り上げが立った分、パン屋の人たちに還元したり、あとはそのうち一人乗り用のヘリをパン屋用に買って、で牧場行ける人これで行っていいよとか、そういうのもありなんだよね。ただいちいち権利譲渡をして触れる状態にしてあげないといけないけど、まあ、でも俺が言う時だったらちょいっと、はい、権利譲渡ってやって触れるようにしといてあげれば。鍵を貸すっていう操作もあるけど、鍵を貸すぐらいだったらどの道自分とその人がいないといけないから、だったらガレージからのこっちの操作で。一時的に権利ごと渡しておいてってしちゃえばいいから。それじゃない。12個ぐらいしかないんだっけな。7106は3。99は3入れて、 OK は3。ああ、こうなっちゃうこれだったら横向きメニューの方を出しておいてもよかったな。ピルボックスからのお知らせ、勝ちの行くの大金切ります。バイクレース、パトリオット、もう売ってんのかな。ジャニー2、あーいいね。ジャニーボロッボロのあれだけど、2の方がねまだ小切れだから。サーファー買ったばかりだけど、もうちょい積載あるかな。パトリオットストレッチ、ただまあリムジンの方が面白いっていうか、かっこいい要素はあるけど、なんか、あ、でもカスタムができるんだったらって感じだな。デフォだとそんな好みじゃないけど。で、試乗会はさすがに終わってしまって、新車販売、ジャーニー2 1000万円、現在積載100ですが後に800になる予定です。ああ、それはいいね。あ、すいません、またしてました。ごめんね、忙しちゃって。あ、いえ、全然、むしろ10分なっちゃって。いえいえ、全然、はい、ツイッターとか名前出た。なんか新車出たんだね。あ、そう、長いやつとジャニー2も。さっき救急隊の方、がいて、そう、カジノ行って一緒に回して、もみちゃんとか、外した。でも一回さ5万かかるから、5万コイン。ああ、カジノじゃなくて新車、新車。あ、あれか、なんたらかい、ジャーニー2と、出ましたね、なんとかストレッチ。積載800になるなら、で小切れなジャーニーはいいね。そうですね、ジャーニー550万だっけ値段。ジャーニー1000万なの？ジャーニー2は1000万っぽいね。そうなんだ、値段変わったんだ。キノコの汚いやつ500万ですもん。うん、まあ1が500だから、綺麗な2はまあ高いんじゃないかなと思ったけど、かプラスなんか550万って言われてたんですけど、それはもしかしたら仕入れ値と間違えたのかな。まあ、仕入れ値いくらか知らないけど。パトリオットストレッチ。
なんか e スポーツバーガーもツイッターでかけたけど、はい、なんかハロウィン特別メニューがあるって聞いたけど、またしても木曜日行けなかったんだよな。あー、いい子さんの、うん、あ、その人じゃなくて、あのね、プルンプルン魔法使いみたいな人の。あー、プルプルプル。あ、え、今日も人かな。パトリオットストレッチ6人乗れて内装も美しい、うん、でかい。でも、あ、でもリムジンが4000だから、好みによってはこっち買うっていうのもありなんだね、人によっては。ただデフォだとそんな好みじゃないから、カスタムが幅があるならって感じだな、うん、ミッドティムのやつ厚みが、そうそう、これね、そう、縦画像はね、タイムラインだとちょうどいいんだけど、うん、ね、バスケット、クッキー、カップケーキ、すごいデザイン。うん、去年はサナエさんが出したやつで、今年も出していい、うん、今年も出していいよって言われたから、全部欲しい買ってく？あ、10個、あ、ん、10個ずつください。あ、ありがとう、出すね、今。はい、よいしょ。てか、パンって一律1万になったの？うん、そうなんだ。飲食店のメニューが全部加減1万になって、あ、そうそうそう、そう、うちはもう全部1万にしちゃった。あー、計算大変だから。へー、サーナーとかにもしなかったんだ。うん、うん、なんか元がシャレを利かした値段してたけど、うん、なんか変わっちゃったから別にいいやと思って。はい、こちらがハロウィンクッキーと、やったー、ハロウィンカップケーキとタコ、クトゥルフ、ハロウィンバスケット。あー、ニャルコさんか。俺、クトゥルフはあんまり詳しくないけどね。さんの、あ、クトゥルフじゃない、ハロウィン。ケーキです。ハロウィンメニュー。30。30万。やったー、サナエさん。かわいい。すごっ。かわいい、ハロウィンバスケットです。かわいい、生き物さんの。さんって産地のさんかな。まあ、おそらく生き物を使ってるメニューだろうな。ん？お菓子はいらないんですか？まあ、お菓子よりいたずらでしょう。え？いつもお菓子食べてんのに。あ、で、なんかオリジナル系はね、1万だけど、棚のやつは全部2万円になった。あ、このね、おパンとドリンクと、はい、ドーナツ、うん、ドーナツもで、パン2万、重さは重い、はい、あ、重いんだ。うん、そう、パンとか、パンじゃない、棚のパンとかはね、2キロしかないよ。そう、あの、1つ1キロなんだ。重いね、それは。もともと飲食物ってそうだったじゃん。そうでしたね、うん、オリジナル以外はそうだったかも。そう、オリジナルは安くじゃない、軽くなって、そう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 、ね。まあ、なんかこっちの棚のパンとかはいつでも買える利便性ってことで、値段と重さって感じだね。だね。そこが普通に値段安くてさ、軽かったら普通の飲食店のメニュー買わなくなっちゃうからね。ですね。みんなここで買っちゃうもんね。うん。うん。あ、そして今カバンの空きってある？2個。あ、でも、あ、何個開きます？あ、魚売ってないのよ。あ、売ってこうかな。多分2個でも多分いけるとは思うけど。え、あ、あ、え、あ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 、うん、あ、あ、うん、お似合いですよ、その。いえいえ、バラもっとお似合いな人に。あれ、 Do you want toそれとギフト効果。あれで、で、間違えた。え、これをこうして、こうじゃ。あ、違う。これで計、あらら、計
11本。11本。うん、えバラ11本。確かにこの前9本でした。うん、はい。意味は、あちょっとど忘れしちゃったな。あ、あとで気になったら後でググっといて言ってくださいよいいね。おい、11本は最愛だそうです。お、最愛ってどういうこと？どういうこと？はい、え文字のまんま？最高の愛ってことですか？かなぁちなみに10本だと、はい、なんかあなたは全てが完璧って意味らしいけど、はい、そんなことないなと思ったから11本にした。そんなことないですうるさいわうん、そうですよ、全然完璧つんないし、下から数えた方が早いぐらいですよそれは卑下しすぎだ。いや、成績みたいな。いやでも嬉しいやった、間に合うと。記念日ですし、ございます時間ない中ありがとうございます。いや、むしろ時間ないわけじゃなくて、俺が単に来るのが遅かっただけで。いや、お忙しかったのかなと思って。まあすることはあるっちゃあるけど。ああそうそうそう、うん、お時間作っていただいて、うん、まあ、どの位置町には来てるからね。お、牧場は今日はこの子がやってくれたから。はい、うん、じゃあこれです。やったー、2ヶ月ありがとうございますいい匂い、うん、で、あ、今倉庫にしまってきちゃったけど、昨日もらった手紙最後の一文、はい、よろしくおねだりしますって何なんかよろしく、これからもよろしくお願いしますって書いてあるかと思ったら、よく読んだら、はい、よろしくおねだりしますって書いてあって、あ、間違いました。普通に、そうなのか、なんかイントネーション変になった。あの、なんか もろもろ宝気満々なのかなと思って。ん、ああ、いや、お願いします。多分間違っておりました。うん。たまにおねだりするかもしれないですね。うん。うん、いいと思うぞ。いいのか。いいんじゃないか。いいのかそうだな。ああ、まあ救急隊だしいいと思うぞ。もう救急隊にはおねだりしていいんですね、ラード。そうだな、トリノさんなんかは数十億は持ってるだろうからいくらでも頼んだらいいんじゃないか。さっきもめちゃんも、うん、金さんもあったし。おお、カジノで。へえ、見た？カジノ。いや、新しいカジノまだ行ってない。え、道に迷う。道に迷う。はい、人として行ってみます。あ、人として人として道に迷うってそうやって、まあ道に、ま、迷ってるけど、うん、え、寝なくて大丈夫なの？あ、大丈夫。その、あ、やることが終わったから。あ、そういう意味です。衛星を切る。衛星切って衛星外で、うん、作業する、ご飯食べながら作業しようかな、うん、みたいな。なるほど。で、ご飯パパッと作ってきたんでちょっと遅くなったんです。パパパッとやって終わり。あの、うん、目玉焼きを、おお、両面焼きにして。ターンオーバーだ。ターンオーバーって言うんだ。ターンオーバーだっけ。あ、ちょっと俺お弁当持ってこないとご飯がないや。あ、てか名前つけられるようになったんだよね。そうなんですよ。これはキノコドラゲナイトつけて、あ、パマサージなんて、パワーちゃん、パワー、ウルスペイン何にしよう。パワーちゃんにしよう。リリカスタムベインにしよう。
パワンちゃんあれみたいな。リリーカッサムペインベイン、あのウルフスベインっていう。ああペインっていうかお腹痛いのかと思った。ペインペイン、いや名前つけられるのいいな、ね、いいですね。レミウスはキノコレミウスとかにしとくか。おお。レミウス、レムス、レミウス、なんだろう。レミウス。レミウス。うん。いいな、でもこれ本来の車種忘れそうだね。これ名前つけてると。確かに。あでも乗るとさすがにあのあれかガレージに、ガレージで見るときに名前を付け見れるって感じか。そうですそうです。あ、こっちで行く？はい。行きましょう。今日やることってあったんですか？まあ、いつもあの牧場行こうかなと思ったけど、牧場はエルさんがやってくれてたから。うん、カテジさん。え、エルさん。あ、エルさんか。なんでカテジさんうちの牧場やってんの。あ、ラグジュアリーやっといたぞって。で、あれしょ、牧場やった後に、牧場やったことを忘れて、おい、ラグジュアリー、牧場もう世話してあんのかって。あれ、やったかって。お前やったやろみたいな。え、何言ってんだ、おい、ラグジュアリー牧場まだやってないのかって。この下りで多分30分使うから。もうやったって。おじいちゃん、牧場はもうやったでしょって。うん、夜空が綺麗。うん、13夜だしな。両面焼きがうまい。あ、なんか気のせいか、あのライティング変わったかなと思ったけど。あ、もうね、違うんですよ、全然。お、音楽鳴ってる。この左あれじゃなくなったんですよ、階段じゃ。わー、なんか落ちてるダイヤが。ATM アリーのスロットが綺麗に並べられてるね。このエレベーターからあれかな、ペントハウス側行けんのかな。で、今この車なんですよ、うん、おお。これ高級車でめっちゃ高い。へえ。で、売ってない。へえ。エンティティー2。エンティティー2です、うん、で、でもこれ1回回すのに5万コイン、うん、5万コインだから50万か。50万です。回しちゃったキノコ、うん、やろうっと。手持ちにある？ん？いや、換金する。こんにちは。さくやくん。あの、きのこさん。飲ました。すいません、おしぼりください。まあ、おしぼりじゃない、これコインか。作れるようになったんですよ。え、そうなの？そこ？はい。あぶねあぶね。これ、うちのオーナーのイメージカクテルなんで、よかったら。すごい。スマカクテルです。木っていうか、草が入ってる。草入ってます。あ、でも美味しそう。ビターボーナスで、で、5万コインか。カジノのイメージしたカクテル、はい、甘くて、甘くて爽やかで、スライスの香り。数が高く、美しい。あ、いや、5万で入れて、ビジターボーナス分は交換しちゃえばいいか。そこにも反映されてるんだ。50万。美味しそう。さっぱりしてそうで、美味しそう。そうです。どこだ、ウィービル、ウィービルじゃない、ビークル、そこか。そいや。はい、外れた。車は当たりませんでした。あ、やべ。やべ、ナッシン。やべ。あ。あ。
これはこれはギャンブルやめたくなりますね。ほらキノコさん、ナッシングが出たからってルーレット蹴っちゃダメでしょ。え、キノコあれだよ、キノコ30万だよ、当たったの今日。お、そうか、 30万でもマイナスなんだよね。綺麗です。え、綺麗昨夜をイメージしたカクテル、花と桃の香りを感じる女性におすすめの一杯です。いっぱい飲んでほしくて、女性に飲みます。やったうわ、美味しい、美味しいかも。やったやった市場さん、よかったらバーでお酒作れるようになったんで、データン設定とか何も決めてないんで、とりあえず今配り歩いてます。だったらうちのオーナーのイメージカクテル、この BGM いいな。あれ、商品名って日本語入れられるようになったんだ。ね、もっとこの説明だよね。うんうん、あ、商品説明か。そう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 。入れられました。へえ。ダメなんだ。入れられるんだ今。なんかあったけど日本のこの。はい。今後はそのカクテル。はい、販売して、カクテルのイメージ主にバッグが入るようなシステムを導入しようかなと思ってます。え、そうなの？はい。お高めにはなるんですけど、一杯からでもお渡ししますので、ぜひぜひ。うん。楽しみにするね。ありがとうございます。おりかく。今は何種類ぐらい出してるんです？今はまだ3種類だけしか、その従業員の数しか作ってないですね、うん、じゃあ上田カクテルがあるんだ、まだ上田カクテルありますよどんなのだろう黄色い感じかな、黄ばんだ感じか、そう、コーラベースな、あー似合う、ティーラとコーラと、うん、ハニージンジャーを入れて、にぎやかさみたいなところで、確かにちょっとしたパンチもあって、はい、すごい中の味にもこだわりが、魂が酔いつぶれてました今日はめっちゃ作ったから作ったもの飲んでみたいなことやってたんで、あーそっかそっか、はい、いいな、楽しそうだな。お、焼けの花さん、あ、どうも、のこちゃん、うん、うん、当たった、30万当たった、あ、おめでとう。マイナスだけど、マイナス50万だからね、1回。ああ、ね、でもこの車が価値あるよ、うん、うん、かっこいいよね、車、ビークルあたり以外ね、プラスなやつは基本ないからね、プラマイゼロのはあっても今だってなんか50万とかですもんね、うん、5万とかチップだから回そう、あ、回してなかったんだ、初めて回す、変わってから。さあ、当たるか。あ、あ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、20万。あ、じゃない。あ、コインまで。10万。あ、息吹きすぎた。あ、そうだ、ビジターボーナス分換金してみよう。息で回してた。よいね。Welcome. Here you go.タクヤさん、はい、カジノ自体内装なんかガラッと全部変わったけど、前のロスサントスで唯一酔っ払えるバーカウンターはなくなっちゃったんですか。あ、上にあって、あ、違う、真ん中にあったやつですか。あ、ちょっと探検してみる、カジノ、うん、そうだね、回れるなくなりましたね。あ、酔っ払えなくなったんだ、この街ではもう、はい、ね、そうなのか。ヒロシ酔っ払わせたもんね、前一回酔っ払ってなんか瞑想したもん、ね、そうそう、酔っ払ったら酔いつぶれすぎて瞑想しちゃったもんね、そうここにあったんですよ、ちなみに。おお、ただここで瞑想すると行ってはいけない閉鎖みたいなところに行っちゃうんで、いや、前の面白くて酔っ払うとたまにトイレで起きたりするんですよね。
あ、そうなの？そうそう、あの実はあれ、あの目覚める場所がね結構ランダムで、うん、途中から変わったかもしれないけど、それのせいであの下で起きることがあるんですよ。うん、それもう本当にやばいので、下手したら巻き込まれちゃうし、一中にやっちゃったら、うん、ちょっとやばいなっていうんで外してもらいました。なるほど。はい、ごめんなさい。前のペントハウスやホテル側はエレベーターから行くんです？あ、行けますよ。レスト、あれはトイレか。ホテルとかはあるの？ちゃんと。ありますよ。トイレ。便所だ。便所だね。え、便所も綺麗。え、いくつあんのこれ。何個もできるじゃん。何個も一回に一つしか使わないでしょ。あ、そっか。分かんないよ。何それ、大はこっちの個室で、小はこっちの個室でみたいな分けんの？あ、うん、中かもしれない。中って何？弱中かもしれないし。やりなさい。いや、綺麗なお手洗いでした。ね、トイレも綺麗だった、うん、はい、かったです。はい、うん、ピカピカ。せっかくだから探検しに行く。探検したい。だけ行きますか。うん、うん、さっき初めて来たばかりだから、瞑想前に。そう、昨日来れてないから。ああ、うん、じゃあここが、ま、テーブルゲーム。あ、自動ドア。自動ドアですごい。扉をくぐれば音声聞けなくなるんで、ここで騒いでても大丈夫だし、なぜか普通に VIP 席があるし。ほんとだ、うん、VIP メンバーのみですね。ここの紫は VIP になるんで。 VIP から来ました。VIP から来ました。 VIP から来ました。隣が完全な VIP ルーム、うんうん、ここはもう VIP の人しか入れない。なるほど。もうこう体が拒絶反応を起こしてキュイーンってなって、あれでも入れちゃった。あれ誰か入れます。こう入れるんだ。あ、拒絶反応してる。あ、そうそう、やっぱ拒絶しちゃう。あー、惜しい。途中まで頑張れたけど、そっか、ジャンプできないから無理だ。それはできないように、うん。ここは…ミニチュアのトラップは競馬の…競馬、うん、あー、そうなんだ。競馬でも綺麗になって…はい。お、これはね…え、ん、ディクシーラン…あの、ドローラーニング…あれ、知らない馬ばっかりだ。お、新しくなってる。え、新しくなった。そうなんですかね、わかんない。僕、ほぼやったことないんですよ、競馬は。もう、知らない馬ばっかりだ。終わった。そんなに馬個体で結構信頼度あったりするの？ありました、正直。BGM はラジカセとかじゃなくて、もうカジノから出てるんですか？ん？ BGM？ あ、うん、カジノで見てます、2番だな。あ、やって。あ、違う、1がそのままか。おお、うん、2ゲーム馬だったの。ガチガチな人いません？ロンリーブラザー。なんでロンリーなのにブラザーなんだろう。ブラザーなのにロンリーなんだ。兄弟なのにロンリーなんだね。で、あとは、まあ、こちらに、あにゃにゃにゃ、違うな、ごめんなさい、迷子になりました。一箇所、あの、鍵がかかる部屋がありまして。へえ。従業員しか完全に開けられなくて、警察も開けられないっていう。え、そんなところがね。壁ドンする部屋もいいかな。
こもわからない。どっかにあります。お客さん用着替え場所みたいなのあったりするんですか？あ、まあ、従業員と一緒ですけどあります。なんか人によってはカジノ用ドレスコードがね、やる人いそうだから。あ、本当だ。アスタホンオンリーか。あ、うん、本当着替えられる、うん、ドレスコードできるんだね、ここで。じゃあで勝ち負けによって、あ、それはあれね、吸った後身ぐるみ剥がされた格好だな。含み水含み水だ。すごい、こんなにそぐわないものはない。なりきんっぽい格好だとあるけど、でもこれパジャマなんだよな。俺パジャマだよそれ。どっちかっていうとこっちでいた方がいいか。どっちかというとね。でも俺こ、あ、でもこれだと俺ここにいるとなんかディーラー味がだいぶあるな。うん、似合ってます。確かにパン屋もコンシェルジュなのに、コンシェルジュ、コンシェルジュ、パンシェルジュパンシェルジュパン屋の、うん、ひょうひょう。綺麗になったね、本当に。というか地下じゃなくなってす。いらっしゃいませ。ドゥルドゥルドゥ、カジノバーはどこですか？あー、バー、あ、こっち行きますね。カジノバー、え、これも行きたい、カジノバー。こっカジノバー、あ、こっから行けるんだ。え、上のフロア1、2がフロア、綺麗になっちゃった。綺麗になっちゃったね。あれ、入れるの？ラブホがラブホじゃない。え、上の階ももしかしたら綺麗になったのかな。またかもしんないですね。あれ、突き当たりは、突き当たりばったり、突き当たりばったり、行き当たりよ、行き当たりばったり。普通のホテルになっちゃったんだ。そうですね、あのピカピカじゃなくなった。じゃあフロア2はどうなんだろう。そうですね。あ、これ、ん？エグチットって書いてる。エグテ、エグチット。エグテ、あ、エグチット。え、こっから行けるのか？かな。六。行けなかった。あ、行けない。行けないかも。え？あ、入れる。あら。このエレベーターからも行けるけど、ここがあれじゃない、あの外のペントハウスにつながって、あ、そうじゃない、あ、ここはなんか、あの、あ、そうだ、ペントハウスね、うん、行けなくなったって聞いたよ、これ。行けた、行けたね。行けるじゃん。あれ、ここなんか特別な家になるって聞いたけど、これからってことかね。かな。ここは内装変わってないね。変わってないね。来ないな。500円だったんだよ、飲み物が。いいお湯でした。ああ、
バーカウンターって残ってた？バーカウンター30万になってました30万全部で300円とか500円とかじゃなかったっけ前。ほーすっごい高くなったね。あの飲めないグレープジュース売ってるところ。そうです。ロサントスポーツプラス。どうも熱が上がらないって。これ聞こえます今。うん、パラ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 。オートレーサー。テレビつけたの？はい。これ見ました？新しいの。ん？ CM。 あ、見てない。え、流れてる今？いや、流れてない。あ、じゃあ流せますね。ロサントスポーツプラス。今日も部活が上がらないって。パラ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 。オートレーサー。俺にとってオートレースとはハム。オラサーオートレーサーになる。ゴーゴーフォートレース。あの子ね、変わってきたわね。一瞬もっと長く続くかの音だ。ロサントスポートレス。くそ、今日もうだつが上がらないって。パラ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 。オートレーサー。ん？俺にとってオートレースとはハム。オラサボートレーサーになる。ゴーゴーボートレース。あの子のね、変わってきたわね。なんか棒読みなのよ。棒読みなのが面白い。一つも情報が入ってこないんだけど。すごいですよね、今思うとこれ。サンドイッチマンが見える。俺も右上にサンドイッチマンが見える。サンドイッチマン。あー、よかった。ひなこはよく寝る前にサンドイッチマン見てるっていうのバレるとこだった。あ、ここ開かん。あ、ん？あ、え？あれ？ちょっと開いたり開かなかったり。え？ひなこ、ん？あのピンクの扉開かないね。回し車だ。あ、回し車だ。あ、トイレだ。お、トイレだ。お風呂の横にそば。いいクローゼットだな。シャワーとトイレと部屋とワイシャツとトイレ。内装は変わってないね。やっぱ変わってないんだ。回し車とかってあります？前あったと思うよ。誰が買うんですかね、この家を。買うことができるお家になるってこと？なんか上にここの部屋に行けなくなるっていうふうには聞いただけで。誰かに所有権が行ったらってことか。そう。ジャグジーとかはそのままで。
ほーい。おーい。もうそこ、すぐそ、外じゃなかったこれ。あ、ここでからしたもう崖だったっ崖だった気がする、うん、どうだったっけね、うん、下、うたせ湯みたいになってんじゃんこれうたせ湯あれ、誰かいる。泳ぎながら飯を食う。泳ぎながら飯を食う。おわ。てかてか、うん。ここは誰でも入れる場所だろうね。はい。あれこれさ。ん？あ、登れない。あ、の。おお、ここ登れたんだ。おわ。縦地流れちゃったよ。いて。びっちゃ。いて。そっちもあったのか。あります、あります。あります、あります。あ、やばい。危ない、危ない、危ない。ヒヤッとした。俺もヒヤッとしたよ今。わーい。絶対やらかすぞこれ。うっ、びっくりした。ゾワッとした。その火は多分燃えるだろうから危ない危ない。火ここ変わったよね。ん、前も火なかったっけ一箇所。火あったけどこういう感じだっけ。んこんな一番の人は発言し、いやここ危ない危ない。あでもここさ、あの焚き火と同じでちゃんと焼けるね、お肉あれば。ほんとだ、行けるキャンプか、うん、いいなぁ、いいですよね、うん、あれなんかロープあるよ。ロープ、あれこれロープ、あ、これあの救急隊、危ねえ落ちるとこだった。危ない。これ救急隊が使う、ああ、そうそうそう、これおん使える、え、あ、いける、え、どうやって、 F でえた。これ一人ずつかな。かも。スタ、すげえラペリングできた。あれ？来ないな。俺待ちか。降りてくれるの待っちゃった。あの F が使えなくて。あ、そうなんだ。これここら辺近づいたらね、プレス F2 ラペルって出て。あ、本当？うん。それが出ないな。あ、そうなんだ。風で下ろしてもらうかな。できると思う。やってみるか。はい。それでは要求、これから要求、要求を運びます。おー、すごい。確保、2号に確保。2号に。もう、
歴とさ、救急隊ですね、うん、そうだね、はい、なんでか知らないけど、救急隊の合格体験、なぜかしたような気がするからな。こういうショートカットもできたんだな、うん、へえ、めちゃめちゃ変わりましたね、個人、うん、こういうことか、回すよ、打った方がいいよってやつは、うんうん、いや、面白かった、面白かったです、探検、うん、うん、いや、ここまで変わってると思うなんだ、うん、うん、もう新しい施設が増えたって感じだね、でも気分的には。そうですね、最愛、最愛、え、なんで落ちたの、え、なんでバラ持ったら降りちゃったなんかガンって音とともに気づいたら、あれ後ろがないと思ってあ、しかもバラ消えちゃった、びっくりした、持ってるけど、あ、え、あ、ん、なんかアクションが加わるから、ね、それで、あ、それで勢いを持って、うん、降りちゃうんだろうね、降りちゃうっていうか、うん、え、そうね、うん、ふう、とりあえず、はい、ミッションコンプ、ミッションコンプリ、コンプではないけど、コンプ、なんか、ミッションコンプ、もずく、メカブ、うん、うん、キノコも今日ちょっと起きたの遅くて、うん、遅かった、 あら、ひなたぼっこですか、ひなたぼっこ、いいね、カジノの探検行ってきたんだ、あ、どうだった、すごく全然近かったよね、うん、もあるし、なんか屋上のとこから、あの救急隊の使ってるトグルロープでしたっけ、あ、やべ、そうそう、あれでなんかラペリングできました、そのままにしてるわ、ただいまお帰りなさい、おかえりなさい、あれ、トリノは長めの瞑想、長めの瞑想、準備はできた、トリノが瞑想行っちゃったみたい、しかも長めの、長めの瞑想、うん、瞑想行ったついでにうんちだ、あ、知らねえぜ、あ、おー、なるほどね、解説ありがとうございます、どういうこと、あ、はい、大丈夫か、急いでコンビニ行ってこようかな、長めの瞑想やね、うん、長めの瞑想だね、マネージャー、そういえばラグランジャさん、私、はい、夢を見たの、最近夢を見た、はい、そう、ラグランジュさんらしき人が、うん、こういっぱいやってるやつをなんか夢で見たんだよ、ね、あー、なんならこの町でこの間やりましたしね、部活が復活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 、あ、完璧じゃないですか、おーい、いや、ずっと横でさ、ホームズが大興奮しててさあれはすげえレベルが高い技なんだみたいな、なんか何かに解説を入れながらリアクションする誰かだった。へ、えー、あー、好きなんだ。それは光栄だな。うん。ピンモット。すげーレベル高いんだぞーって。へ、えー。めちゃくちゃ褒めてたよ。聞いてみたいんだよね。ひっつくパンツか、ムカつくパンツか。ひっつくパンツか、ムカつくパンツか。そう、あの、言葉遊びでできるビートボックスシリーズはいくつかあって。へ、えー、うん。で、今、キノコさんの言ってたパンツ系もそうですね、はっつくパンツか、ひっつくパンツか、なんだっけ、くっつくパンツか、むかつくパンツか、むかつくパンツか、早く言えばいいの、それ即興でできるの、即興、即興っていうか、ここでやってくださいって言ったらできるの、え、そのパンツですか、うん、パンツはまあ、はっつくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツかを、なんていうんだ、声を抜いていくとなんかやっぱそれっぽくなるんですよ、あのはっつくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか、はっつくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか、はっつくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか、みたいな
ディオ、あの今のすごいの簡単なのと、あのブーツカットとかありますね。ブーツカット、ブーツカット、ブーツエンキャットあるよね。そう、ブーツ、ブーツカット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 、あ、すごいみたいな、ブーツカット。え、ん、ブーツカット、ブーツカットで声を抜いていくんだ。そうそうそう、ブーツカット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 。え、いいな、デュオ、デュオできそうだね、二人とも一緒に。いやできないかなだったら楽器持ってくるよ、キノコ。楽器できるの？コットベースをたしなんでます。ベース？はい。うわ、かっこいい。ギターじゃなくてベースなんだ。4弦だからギターより簡単かなと思ってベースって言ったよ、たした。すごいな。そしたら難しかった。うん、うん、うん、楽器できる人多いんですよね、その救急隊で。ノビーとかマグナムさんとかギター弾いてますもんね。うん、ミキーロちゃんもウクレレ弾いてるしな。うん、うん、弾いてた。そういえばボートレースのあれ見ましたよ、 CM。 ゴーゴーボートレース。そうそう、うだつが上がらないって。ウォートレース、ハム、ハムがなんたらみたいな。ついにできたんだ。あの子のね、変わってきたね。めっちゃ棒読みで笑った。あの子のね、ミヤちゃん見ようよ、やってみたわね。妙に癖になるよね、あれ。あれ癖になる。言っちゃった。うん。よし、いか。いかといってもどこにだけど。とりあえず。あ、え。よいしょ。あれ？つくパンつか。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 むかつく。あ、そういうことか。あ、息を吐きながら言えばいいな。つくパンつか。つくパンつく。むかつく。つくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか、はっつくパンツか、くっつくパンツか、あ、違う、順番わかんなくて、別にな、どの順番でもいいんだけどね。言葉遊びに近いけど、つとかだけで、ボッサっぽいのはできるよ。ボッサ？ボッサ、ボサノバ。あ、へぇ、うん、そうなの？なんか、ちゃんと音っぽくやると、みたいな、つとかだけで、つつか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 つみたいな、かの位置ずらしてるだけで、なんかそれっぽくなるっていう。あ、確かに。普通に声入れていても、なんかつつ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 つか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 つ、うわ、すごーい。ボサノバ好きなんで、うん、寝るときに聞いてます。サンドイッチマンコントとサンドイッチマンコントとボサノバ並行するんだ。どっちか聞いてる。お昼寝するときはボサノバで、夜寝るときはサンドイッチマンコント。うん、どうしようかな、俺カジノと、あれ名前付け、あ、なんか決定しなくちゃいけないのかな、これ。いや、ん、あれ名前付いてない。ああ、なるほど、エンターキーに押さないといけないのか。はい、じゃあこれはどっか空いてるかな。 お店。そうです、あ、気をもっと、これはキノコ起きてから、うん、何したかな、今
大川さんとこで、うん、なんかちょっと歪んでたんですよ今日で、自分で修理できないんで大川さんにやってもらって、うん、いざと飲み物も買いました。3時45分からバイクレース、ロードレースあの子の目いいなあの CM。フランスパンリムジン、あんで一回ダウンしちゃいました。あら、ん、レース出たの？あ、じゃなく普通に走ってて、あのちぎれちゃいましたシートベルト。あらと、ドラグルで乗ってて、うん、あ、ニタロ補充できてるって言ってビューンって走らせたら壁ぶつかってボーンみたいな。あらやっぱ、ハーネスつけないとダメですね。収納サーファーカスタムブリオス何これえ初めてのバークレース事故って入りたい。ちょっとうまいな甘い？うん、あ、誰かわかった？え、ニアスでしょ。あ、そうニュースです、サトシさん、うん、さ、ん？どっか書いてある、あの初めてのレース、あ、一番下です。一番下、あとだ、このウィンクの下。ああ、初めての俺はバイクレース、はい、事故って敗退ですね。え、本日は2時45分で、レース敗退ですね。え昨日もう、うん、あの浦島行った時、うん、昨日だっけな、一昨日か忘れたんですけど、今井さんにお会いして、うん、ええって言ってそれ見てしまったと思いながらも買い物しましたえ、そうですね、うん、あ、そして危ない、お弁当持ってくの忘れたけどギリ大丈夫だった。あ、バラありがとう、うん、いえいえ、そう、何渡そうかなと思って、ま、あ、何しよっかな、嬉しかった、もう1時間もないかな、うん、何しよっかな、ダウジングしてもいいし、ダウジングします、うん、ヘリだったらすぐ行けるから。お、じゃああれは手元にある？はい、あ、あー、ちょっと待って、あるけど、うん、カバンがパンパン。じゃああれかね、あのヘリでさ、あの魚売りのとこまで行って、魚3つで、魚が9枠ぐらい使っちゃってる？いや、魚ね、そんな釣らなかったんですよ、うん、なんか歪んでて、あの板の上なったのに、板っていうのはあの釣り板と、うんうん、とこの板の上で何回もボチャンボチャンってしたんだよって感じして、でパン屋の妖精さんの後ろとか行ったのにめっちゃボチャンボチャン落ちてて結構あんま釣りできなかったんですよね。8枠は行ってます、あの、うん、魚売れば枠が邪魔になってるってこと？じゃあ、あ、そうですね、じゃあ売りに行っちゃおうか、ちょっと飲み物だけ取ってくるね、はい、で、あと、あ、でか、よいしょ、飲み物、こっから取り出せるかな、なんかあったかな、パン屋のなんか持ってっちゃってもいいけど、ハンドクリーム、お、ボンベがあった、甘います、やっぱ止まるな、車名前つけたりとかした？ドラーグルとさっきのパワーサージだけ、うん、
トラグルにドラゲナイってつけてパワーサージはパワーちゃんってつけました。筋肉なのかそれともチェンソーマンのパワーちゃんなのか。あ、チェンソーマンパワーの方じゃないですよ。ヘリコプター名前何にしようかな。おわぁ、この子の名前ね。うん、考えよう。シースパロ、シ、シースパ、シ、シ、もともとパン屋で、パン屋でってかまあ俺の所有物だけど、ヘリ買った理由があの、はい、魔女の宅急便みたいにパン屋のお届け便みたいな。あれかな、なんだっけ、ニシンのパイ、かぼちゃとニシンのパイだっけ、うん、私このパイ嫌いなのよね。やつか、西、あれ西の方だっけ、魚屋が、ピーン、お、当てた当てた。よかった、今日会えて。俺もなんか衛星つけようかどうか迷ったから。あ、はい、ここさ、真下の家さ、なんかすごく日本家屋っぽくない？ほんとだ、こんなとこあったんだ。あったんだ。そういえばさ、うん、すごいさ、に、和式、和式、和式、料理屋さん、和風の料理屋さんがあって、うん、昇降亭じゃなく、結構一人で、違うの、和風、和中がコラボしたみたいな中華屋さんがあって、そこ中入れて、あの円形のところ、円形、ね、なんとか会って店、なんとか会、なんか地下だか入ってくとこかな。いや違います、安っ、2万円、売り切れた。はい、そこのさ、あのお城みたいなとこなんだろう、行ってみます。あんなのあったっけ。あ、濃いな、恋が復活してる。恋が復活？この KOI、恋ってとこね、前ね、一回なかったんだけど。あ、なにここ、ここがね、俺が今行った中華屋っていうところ、そうそう、トイレ場所、ここだったっけかな。で、俺がさっき、トイレ行っちゃった。すごい、そう、俺がさっき言ったあの円形のところっていうのはここの話。ほんとだ、円形だ。で、一回なんかね、歪みだか重みでなんか消したって聞いたんだけど、一時的に。え、寿司が回ってる、これが回転寿司か。小さい。あ、通れない。パルプルならいけるか。あ、いけない、パルクル。あ、パルクルいけた。うわぁ、ポテトだ。ルルルン、ルルルン。すごい油。あっ、ちょっと、あっちいて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 、まさか。あら。あ、ここで、あれか、まかない食べるんだ。みかん。タイムカードが。ほ、ほ、ひげ。ね、ね、しず、ご、受け。ひげじゃなくない？ひげ。すごい。え、すごい。え、お風呂だ。あ、すごい、シャワーまでついてる。住めちゃうじゃん。本当ですね。広っ。ほう、ひげ。あ、あ、生活品質。
なんかパッと見かっこいい単語をタトゥー入れちゃいましたみたいな。外国人特有の特色美色。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 中央。ここ手やったとこ？そうそうそう。特色特色。ここは冷蔵庫だね。ピザ屋にも似たような感じのあるね。すごい V 字開脚してる。広いね、ここ。ここじゃなかった、でもキノコ行ったとこ。おどこだっけな。場所もわかるんだよ。うん、8018分。おお。8011番。8018。ちょっと来たかな。8018。あどこです。あのコストクラブ、あ、そう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 、コストクラブとは別なんだ。の近くの、うん、そこ入れて、へえ、一人で探検してました。はい、ちょっと行ってみる。はい。生活品質。ここにも書いてあった。無印良品みたいな。こう入れるところが増えましたね。うん、お店できるってことかな。もともとあれって中華屋でキラコールしてた場所じゃなかったかな。あ、中、ああ、もともとは、うん、あそこに。この辺だったと思うけど、パイプで行ったから合ってるかな。あれどこだ。あこの辺にあったんだけど、うん、なんとか会って店で、なんとか会、うん、なんかもう日本の役、いや、あ、あ、大丈夫それ、うん、うん、すごっ、これじゃないな、ちょっと場所違いそう。うん、え、この辺にあるんだけど、なんか本当にそれこそさっきのお店みたいな感じの形で、うん、神社みたいな、神社みたいな、はい、で、こんなとこにこういうのあるんだと思ってパッて入ったら入れたんだけどってなって、この辺にうまい和食屋来てるらしいっすよ。じゃけん行きましょうね。じゃけん夜行きましょうね。夜行きましょうね。夜だよ。だいたいこの辺ってのは覚えてるんだ。だいたいこの辺っていうのを覚えてて、うん、福屋の方、あのなんか神社みたいな建ってる、あの外観からしてもなんかそれっぽい、それっぽい感じです。なんかもうアジトみたいな、日本のギャングのアジトみたいな、日本ギャングの、そこにあるちっちゃいあれみたいな屋根してるの。え、そうそうそう、
この辺あれじゃない、前からある、確かにあれなんとか書いてあったような気がするな。なんか入ったことある？結構前からあるあれかも。ね、あ、そうなんだ。俺の認識してるやつと同じだったらだけど、ね、もうちょい南だったかな。V、うん、どこだったかな。見えないな。なんか曲がり角のとこにあったんですよね。あの中華屋みたいな扉のところじゃない？あ、そうです、そうです。ああ、じゃあ行ったことある、うん、結構昔からね、ある場所で。はい、なんかバーカウンターがあって、うんうん、そうそう、あのなんかちっちゃい和風だか中華風の屋根のやつ、あれのね近くだった、あれの近くだったのはなんとなく覚えてるけど、うん、この辺ですよね。ここじゃないしょ。海岸までは行かなかった気がする。行かなかった気がする。ここだっけ。なんか入れるとこ増えたなら、ちょっと探検したいですね。うん、なんか連れ回して申し訳ない。いえいえ、いいんじゃないか。むしろ何も考えずバイト系するより、うん、よっぽどある意味、ね、街を生きてる感があるよ。お、そんなのなかった。言っとぜ。ラストゲ？とぜ。なんかずっと夜だな。綺麗だな。場所忘れちゃったな。確かにね、分かる分かる。なんかこの辺にあった気はするんだよね。はい、そうなんですよ。どこだっけな。逆にちょっと離れちゃった気がするな。洋風の屋根しかないな。で、角っこにあったのは覚えてます。うんうん、こういう、あの、丸いカーブの角にあって、思い出せない。どこだ？どこだ？でもこの辺っていうのは分かる。うん。ウーバーのバイトでもね、そこの裏手に届ける場所とかあったんだよね。おお。そう、昔入れなくて、で一時なんか所有者がいなくなったのか入れるようになってて、うん、って感じだな。あ、じゃあ前までは入れなかったんだ。そうだね、うん、何に使われてたかは俺は知らないけど、何を言ってるかわからないと思うけど、俺の魂はそこがもともとどういう場所だったか知ってるかもしれないけど、ああ、何のことかよくわからないや。うん、そうなんだ。うん、あ、あれだ、あ、これ？え？そこの緑のそれじゃない？ あれ？これ？かな？あれ？これはさっき来たとこか？これさ、コイじゃない？これコイか。コイコイコイ。失礼。うん。一周してきちゃったか。六億もゲットやっば。
でもそれだけかけたってことは元でもあったってことかな。だから倍々に増やしてって実質の負けは例えば数百万や1000万ぐらいだけど、最後に負けた額ってか失った額が6億ってことなのかもね。ああ。でもそういう結構な億単位で当ててるってかかってる人いるけどさ、はい、そこまで勝っちゃうと、うん、なんか買い物なくなっちゃうんじゃないかなっていう。まあでも家とか車とかちょっと買ったらすぐ終わっちゃうか。そう、家とかも30億が一番高い家って聞いたし、うん、車も一番高い何億って言ってたかな。あでも10億ぐらい、ね、10億ぐらいした。うん、あのクラシックスポーツカーは一生誰も買えないぞみたいな言ってたけど、カジノそういうドリームがあるんだね。どこだろう。なんかもう何も考えず普通にうろうろしてるわいいんじゃないですか。はい、なんか綺麗なところとか見つけますもんね。空の散歩するとき前のゲーミングプールみたいな、ゲーミングプールみたいなのとか。そういえばハロウィン謎解きも結局まだやってないんだよね。その最初のなんかスタート地点みたいなのとかあんのかね。何々をしましょうだとか、断片的に知ってる情報はあの多分ね終わりだとか途中のお話のだろうし、はい、ヒントもスタートもないですもんね。どこスタートとか、あ何個もそのなんか死体を探せみたいな、へえ怖い話。入れるとこあるかな、ほかそれを探すなら陸路じゃないとだね。空からだと、空からじゃないと入れないような場所とかなんかないのかな、なんか屋上から入るとか。うわ綺麗だ、いい朝日が。リチャーズマチェスティック、カジノの、あそこさっき行った場所も綺麗だけど、情報局も綺麗だった、すごい高層ビルだもんね、あそこね。鍵かかんないけど、いつでも入れるんだ。誰でも入れちゃう。知らなんだ。だから前サボちゃんあの忍び込んできたレッドラムに刺されて、そうだったんだ。情報局ににいるとき刺されたって聞いたけど。そうなんだ。どこまでかも分かんなかった場所は。怖いね。こう物騒だね向こう側だ、追っかけてる。もうキノコ街に来てるなって気するんですよ、こういうの。おう、普段通りな感じか。そうですね、ヘリ飛んでたり、警察ヘリとかとかもそうだし、
なんか自分が知らない日常が送ってるんだなと思うと生きてるなみたいな感じちょっとポエマーみたいだったけど高速道路この赤い車かな、うん、この辺りあれかな、ゴミ収集で来るあそこら辺かな、ちょっと違うかな、だいたいだいたい向こうですね、その向いてる方向の、うんうんうん、クリアさんの裏ってあの向いてる、そういえばコスプレ大会よかったよ、うん、MC あーありがとう、うん、あれ見ました、視界サイドうまいな、回すのが、うん、まあそう思っていただけてありがたいよ、さすがラグランジュさんですね、うん、なんかイベントの雰囲気が俺のなんだろう、喋る雰囲気に合えばいいけどね、俺がなんかなんか、はい、みんな踊れイエーイっていうようなタイプのじゃないからさ、あイエーイみたいな、うん、あお土曜日多分あそこかな、サーカス、はあそうですね、10時から、うんうん、行けるんですか、ん時間的に大丈夫だと思うよ、おおうん、そうじゃなきゃあのチケット買ってないと思うからうん楽しみ、ここかテントって入れるのかな、あ入れるよ、入ったことある、うん、あの綱渡りとかできるよ、え綱渡り、うん、もうサーカスじゃん、サーカスだもんそのテントをご覧よ、サーカスだろサーカスって書いてる、なんなら書いてあるね、どんな屋とかあるんだ、使えない屋台だろうけど、よいしょ、ありがとうございます、おーすごい、バーラーカーダーうがーえなんだどっちさ大丈夫か、あたしかな横ね、占いの館も入れるよ、あれでもなんか明るいな、すごいピンクの、時間帯によってなのかな、前来た時なんかもっと暗かった気がする、うん、お主水晶が光っておるよ、 LED ですから、 LED で何を占って信じましょう、そうですね、明日の天気を、はい、明日の天気か、23度になるでしょうどこの天気測ったのわかんないから適当にちなみに今3度でしょう、寒っ、時計のウェザーアプリだと31度だ、え？そんなに暑い、こんな格好でいたら巻き足びちょびちょですよへえ。こんなかそんなに広いわけじゃないからチケットテーマパークのあれみたい、チケットは本当あれなのかな、先着順とかなのかな、お、暗い、あら、こっからだと行きづらいかな、あ、でも行ける、本当はあの裏手から入って、はい、
っていいのかな。お邪魔します。え、角ある？角あるよ。これで綱渡りといえばね、棒を持ってさ。すごい。なんならロープのところを歩いてないしな。もう。日の輪くぐりちゃんとあるね、上のとこに。あ、本当だ。出ていくんだろう。空を飛ばないと。この規模感なら、その劇やるのにはちょうどいい広さだね。いいですね、演劇とか。あの野外ステージぐらい広すぎるとちょっとね、はい、声が届くか心配だから。うんね、客席からね。うんうん、トラックがいっぱい。キッチンカーっていうかキャンピングカーみたいな。そうっす、へえ。こういうのもあるんだ。あー、今日もいい天気。ぷはー。あー、でもここもできてからあ、そこにちょうどチラシ貼ってあるじゃん。夢の中の友達。はい、夢の中の恋したんや。何するっていうか分かんない。あ、出たか。なんとか会また見とこう。うん、魚売りに行くときに見つけたんですよね。おお、なんかあの辺の気にするっけ。うん、わ、昼間になって海超綺麗。あー綺麗、ピカピカ。ちょうどあのあれじゃん、くるみさんところの、はい、せっかくにはあれ、鈴木さんとこか。あ、そうだ、ん、車ジャーニー、うん、撮ってないでしょ。ああ、サーファーか。あ、ジャーニーじゃないや、あの、確かにこっちのこなしだね。うん、キノコこのヘリ運転するから。ああ、どっちもいいけど、ついでにくるみさんに挨拶するかね。いいんじゃない。うん、マジで海綺麗。うん、え、しく入れてるんだよ。マジで綺麗。その前にちょっと、あ、なんかそこに人いるね。どこ？本当だ。ん、あ、くるみちゃんは多分。こんにちは。ブランチ先生。はーい。あ、車にも乗ってる。くるみちゃん。でもこれどんどん流されるんだよな。ねえ、それでぶつかっちゃうと。てかどの道あのサーファー持って帰るから、リクロに止めましょう。うん、ちょっとそこら辺止めるか。そうや、そしたらお酒の2枚目。あれ、珍しいここしてない。うん、
庄屋、庄屋こないだ初めて行ったんだけど。テールローター気をつけて、はい、あ、大丈夫、そんな高くないよね。あ、まあ、チェーンですからね。なんか、くるみさん、珍しいお召し物で。どうも、500万の女です。これあれじゃん、あの2階のそうそうそうコーナーの、そうそうそう、500万の女です。500万の女だ。うん、500万の女だよ。なんて言うんだっけ、あのベトナムの青ザイ、青ザイ、アサイじゃねえわ。アサイはあの、なんていうの、フルーツだかなんだか。フルーツの方だった。しかもアジアだけど、ちょっと違ったな。意識高い女が食べるやつ。そうだね。正解、うん。すごい偏見。うん、いや、うん。美味しいけどね。一時期流行ったね。すっごい似合ってる。でしょう。これでね、白鳥ドラッグにね、真っ赤にしてね、乗ってやろうと思ってるんだ。あ、いいね。かっこいい。うん、ちょうどね、この間買わせてもらった2台のうち片方まだこっちに置きっぱで。ああ、そうなの、うん、それを取りに来たの。サーバーがさっきまでちょっとヘリコプターでブラブラしてたら、ちょうどあ、くるみさんのところの近くだと思って。うん、うん、そう、それ取りに行こうって言って。なるほどね。きのこちゃんも冬仕様になってんね。あ、そう、かわいいじゃん。ありがとう。かわいい、似合ってる、似合ってる。やったー。僕もまあいつもよりかは露出は低い。でもここが、あ、ほんとにここがそう、うん、見せてんのよ。すごい、お尻お尻お尻がいい。今日1ヶ月ぶりぐらいに会った社長に一番最初言われたの、そう、ケツすごくないって言われたから。そうなんだよ、あのそうなんです、ケツすごいな。そこも含めてよ、このボディライン。うん、トレーニングさんだな。そうだね。このさりげないロゴいいな、ね、これかわいくない。え、めっちゃかわいい。このロゴこないだ作ったばっかりでさ、おー、かわいいっす。かわいいっす。くるみカスタムって書いてある。くるみカスタムって書いてある。おしゃれなのよ。お子さん見た後だとくるみさん寒そうや、ね、確かに。尻冷えそうやね。尻冷えそうやね。しかも海沿いだち。温めてもろてほんなら。は、直火で、直火で燃やされる。手でじゃなく、この何とは言ってない。これいいね、黄色の。これかわいいっしょ。今ね、カスタムし終わったの。僕カスタムです。え、これってセカンダリ、じゃない、ね、セカンダリではある。セカンダリプラス、これのリバリーだね。本当だ、迷彩リバリーが入ってる。そう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 。ボンネットのリバリー見づらくて全然気づかなかった。そうなのよ。おしゃれ、さりげない遊び心をかましています。こう結構あれなのに、あとホイールがねゴールドだから締まりが良いの。サファリとかに出走ってる車。そうそうそう、ね、まあオフロード車だからね。これかわいいのよ。 いやこれカマチョ多分ね流行るよ。カマチョ、カマチョ、名前がかわいいもん。カマチョかわいい。タイヤとも合ってる。可愛いでしょう。センス、あと僕のセンスが光っちまった。だんだんなんかここなさんっぽくなってきてるのはなぜ。すごい。センス。センスある。センスある。あ、似てるね。似てるね。似てる。屋根、屋根すごい。すごい似てる。なんか真似していくうちに似てるんだ。だんだんチューニングかかっていくよ。いやいや。すげえ似てる。やだわ。あ、やった。いやだって。いやだ。いやとかあんのか。いやだ。もうちょっと高いかな。いやだ。あ、いいね。似てる似てる。可愛い。あ、似てる似てる。低すぎるとちょっとだんだんしんちゃんみたいになってきちゃうから。あ、似てる似てる。今のうちに請求飛ばしとこう。あ、そうだった。そうそうそう。あ、200万でいいかな。今日波高いね。波高いのよ。波高いのよ。先ほど綺麗だけど。高く請求した方がええんちゃう。あ、でもちょい。そうか。あ、でもな。くるみちゃんカスタムすごいな。そうかも。じゃあ300万か500万で悩んでる今。キノコも頑張ろう。もう40分か。そしたらじゃあ、うん、全然いいよ。80、100、1000万、はい、10万、100万、300万にします。貸してあのヘリガレージところに置いてもらえばかな。うん、待って、一旦鍵をこれをチェックリープル鍵渡し、はい、了解、うん、じゃあおやすみなさーい。あ、うん、おやすみ、気をつけてー。
うん、落ちたらごめんね。よいしょ。ここでサファカスタム。よいしょ。そうそう、ブリオッソだけ持って帰ったからね、この間。これは下か。ジャーニー2はいいな、800万入るって言ってたからな。サーファーはなんかイベントとかでの出店用に1個あってもいいかなって。リムジンでもいいんだけど、リムジン150しか入んないから。おっと、行き過ぎた。で、積載多めカーだと、安いのだとジャーニーがあるけど、ジャーニーはなんか見た目がそんな好きじゃなくて、2の方は区切れだからちょっといいかなと思ったけど。ちゃんとお腹のライトも広いや。原付きぐらいの速度だね、サーファー。手がどっちだろう。レギオンじゃなくてあっちのヘリガレージに止めてもらってるから、こっちに迎えに行った方が。ちょうど何ビョンビョンしてるの。そろそろ俺がしまわないといけないんだ。そうなんです、止められる感じですよ、うん、サンキュー。いいじゃん。かわいいね。うん、めっちゃかわいい。それこそあのくるみカスタムのあれ貼ろうかな、うん、あ、いいんじゃない、貼ってもらったら。うん、あ、てかステッカーだから勝手に貼れるよ。あ、そっか。うん、なんだろう、 K の欄にでも入ってるのかな。 HIJKLくるみ。え、あ、これって開くのか。ココナはいっぱい出てきたけど、くるみじゃなかった。怖いよ、ココナいっぱいだよ。確かにココナいっぱいだからな。どんどん増えてきたらな、ココナさん。最近見ないね、でも。どっち、本物偽物。うん、偽物。HIJKL。 何が入ってるんだろうな。あれ、爆発するんじゃない？ん？どっかヘリぶつかってる？あの救急隊の。ああ、でも救急隊の閉まっちゃえば大丈夫じゃない？かわいい。なんか見つけた？え、めっちゃ合ってる、この車と。
って何か貼ったのかな。貼ってないまだ。貼ったクルミカスタム。お、めっちゃでかいな。逆にクソデカ貼ってやろうかな。でん。もう。合ってません色は、うん。あ、いいじゃんこれ。いいですね。うん、なんかさりげない大きさも良かったけど、うん、これぐらい貼ってあってもなんか模様にも見えるからいいね。ね、これもちゃんとあのここがこう開いた時の。そういえばキノコのレミズが、うん、イタシャになってんの見ました？イタシャ？見せましたっけ？イタシャっぽくしたの。へえ。あの緑の状態から変えたの？緑の状態の上にいっぱい貼って、うんうん、いっぱい貼ったっていうかそう。今なんか貼ってる？もういいね。上手だな。貼りました。上手、うん、そしたら、レイヨン止めてあるのは、はい、レミズですか。うん、そうです。パワーちゃんがパン屋さんのとこに止めてあるんで、うん、あ、じゃあ拾っていく。はい、それでもいい。うん、カスタムしてる？オフってなったの？単純にあれオプションじゃない？オプション？うん。ついてんだ。多分サーファーがオプションめっちゃついてるからカスタム具合が。そうなんだ。サーファーだ。サーファーっていうあれだな、バンのタイプの中で採用その第一の車だね。あ、そうなんだ。ああ遅い。あ、本当だ。いたちゃん遅いし体は重いし、まあとんでもねえ車だ。めっちゃむねが貼ってくれた。おお。ああ、とんでもねえ車だ。おしゃれだ。サーフボードが乗ってんだよ。なんでだ。ああ、なるほどね。だから BF サーファーっていうんだ。これ一回閉まって。BF っていうのはこの街の。俺見えたよステッカー。見えた？横の。うん、だから本当横の大きめに貼ってるやつも見えてるよ。あ、そうですそうです。こうやって貼ったらいい感じになるわよ。貼ってくれた。レミュスさ、なんか、はい、レースにするならエンジンを付け替えてもいいかなと思ったけどさ、エンジン変えるとさ、あの、はい、デフォのエンジン音も変わっちゃうんでしょ。はあ、そうなのかな。なんか切り替えはできるっぽいけど、はい、うん、聞いてみるか。レミュス、あのエンジン音がね気に入ったからさ、ね、ブオーン、ブーン。あ、でも普通のアップグレードはしといた方がいいか。ハーネスもつけてないし。まとめてお願いしないとな。走るな、そうですよ。うん、ハーネスと、はい、あ、エンジンブレーキアップグレードとトランスミッション。エンジンブレーキとトランスミッションをハーネス。ニトロつけるならタボチャつけ、ん、タボチャがつく、ん、後からつけるんだっけ。空転しちゃうんだよ、ガリ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 っつって。ニトロつけるの直線強いんだけど、タボチャ3、んーだったかな。タボチャがつく車じゃないとニトロがつけられないって聞いたから、レミスはつけれる。普通になっていく。レミスにタボチャつけたらすごい速さになりそうだけど、170キロ出るしマックス。おお、でも言うとも俺なんかニトロ使いどころ全然つかめてないから、正直まだそんなに使えてないんだよね。
キノコもあれなんかつけないとな、ドラグルに。もうハーネスついてないから。ああ。事故ったし。登録はしたの？あれ登録、うん、しました。うん、倒れてる人いる。だね。てかちょっとなんかレース強化月間じゃないけどさ、あの、はい、せっかくお互い新しいね、そうですね、 B と A の車入ったんだし。ね。カスタムしよう。今度は性能側のカスタムをしなきゃ。めっちゃ殴ってる。何？あれ、トイストーリー？トイストーリーがカザクか。どっちだろう。何してんだ。何やってんだ。ワルザラ。ザク？おっと危ない、失礼。おっと。あいつやってる。すごいしないこれ。地味一回削ったないあれ、ウサギさん？どこ？うん。違う。キノコお前、あれをウサギさんだと見間違えたのか？もう胸が、いや、青かった。もういいかな。キノコあれ。ゴールどう考えても違うだろ。いいよ、すぐ帰れるから。見ていいよ。かっこいい。乗りな乗りな。え、すごい。こんにちは。え、すごいカスタム。あ、これ新しいやつ？多分もう一人乗れるよ。もう一人乗れると思うから。変なおめえ。何人乗れるの？あと一人乗れるよ。ピエロのメイクだ。ピエロ？これ今日新人ピエロさんだよ。新人ピエロだ。タバコよがししかまだできない。あんな早いんだ。それでピエロなのか。カスタムを入れたのかね。あ、いや一個だけね、手品できる、やってあげようか。わあ、じゃあ見せてくれよ、手品。オッケー、ちょっと待ってね。めっちゃ可愛い声。ああ、手品って後ろから手錠はめられじゃないだろうな。違う、そんなことしない。冗談やん。手錠に捕まっちゃう。はあ、これもそうか。はあ、何？あー、それなんかすごいこと。何？手品だ。何何何で、これどういうこと？おい、綺麗に折りたためた。なんだこれは。おい、おい、これマレニク屋のアイデアに取り込んでいいか。怖い、怖いよ。アイデア料500万円です。ハンバーグ。そんなふざけたこと言ってるマレニクにしちゃうぞ。え、怖い。アイデアちゃん、怖いよ。残念だったな。俺相手にこんなもんおもろいもん見せたのがお前の落ち度だな。じゃあ200万円でいいです。おい、金取ろうってのがずいぶん忘れてるじゃないか。僕がこれ生み出したんだもん。簡単にあげてたのに。見ろ、ジャイアントスイング。おらジャイアントスイング。おい、これどうやって作ってんだこれ。あー、あー、サケ、おはよう。おはようございます。おはようございます。あれが、コさん、マレニク屋で売ってる四角い肉の作り方か。え？お、オリジナルカクテル作ったんで飲んでください。何、今この状況の俺に言ってんのか。確かに。あ、戻り戻った。シュールだな。上田さんカクテルです。はい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 、パス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 と。です。はいはい、パスパス。やってたよ。はい、パスパスパス。いや、ドロボーめっちゃ。お疲れ様です。アイデアっつうのは僕の手なんだよ。あの後たくさん来てくださって楽しかったです。アイデアっつうのはちゃんと隠さなくちゃいけないんですよ。屋上に救急隊のトグロロープ置きっぱだったからラペリングして遊んでた。まあ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 、落ち着けよ。まあ、別にあれをマレニクやのアイデアに取り込む気はないから。怪しいホテル、綺麗なホテルに変わっちゃったんですね。ああ、そうだ。そうですよ。みんなには内緒だぞ。びっくりさせたいから。内装もこれから作るんです。びっくりさせたいな。あんまレディオンでやるべきではねえな。二、人きりになってひっそりとした場所でこっそりやるんだ。あ、分かった。やってみな。あ、夢が叶った。嬉しいね、本当に。嬉しい。なんか自覚がまだ湧いてきてなくて、じわじわって感じなんですけど、結構
3時の強制瞑想まで結構衛生外でギリギリまでできないできないってやってて、なんとかなってよかったなーって。ねえ、ほんとに。まだいろいろ決めなきゃいけないことたくさんですけど、とりあえずはできた。できるんだ、うん、僕にも。ああ。やったー、昨夜子のお店だ。おめでとう。ありがとうございます。また飲みに行くね。はい。もうジーンってしてる、一人で、なんか。自分のお店持つってことだもんね。すごいね、昨夜くん。この町来てすぐに。うん。鹿島さんのおかげだ。ちょうどいい。ちょうどいい？あ、ちょうどいい。なんでなんでなんで。あ、やばい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 。怖い怖い。これ IFA 業を食おうとしたんですね、今。怖いよ。怖い。怖い。怖いよって決めたもんこれ。お父さん、新しいコース作ったよ。おお。それはバイクの？バイクでも走れる。あ、でもバイクだったら死ぬかな、ワンちゃん。え、何体ですか？ランク帯はね、ABS。今衝撃が起きてる。今私の中で今プチどころじゃない、すごい衝撃が起きてる。のことだろうな。え、嘘これ。プチ。そうなんです。実は。そうなんです。これ見て、これ見て、これ見て、カバンの中でカーソル合わせろ。そう、俺もえこれできたんだって。これ見て。日本語いけんの？日本語いけんの？日本語いけんの？読まない？俺たちがなんとかローマ字やら英語で頑張ってきたのに。日本語いけんの？いけます。そう、いけるようになりました。実は、先日から配ってる、あの、サーカスがあるじゃないですか。うん。サーカスの、サーカスって書いてあるんですよ。ガイアリサーカスって。いけるの？いつからできるようになったの？85個ぐらいの全商品書き直してんだけど、マジで。マジかよ。ボイスさんのそんな反応見れるなんて分からなかったから。いや、これ私、名前英語めっちゃ苦手なのね。はい。私めっちゃ英語苦手なんだけど、はい。他の店のこれがすげえ好きだから、クソ頑張って読んでたのね、今まで。でも、まあいいじゃん、英語の勉強になるから。いや、まあそうなんだけどね。実際そうだから。に、あおりの電話入れるわ。新しいコース作ったから、じゃねって。どうだ。マジですげえ、ありがとう。はい、ありがとうございます。ぜひバーにも。飲みたかった。ちょっと待って。返して。返して。飲むか。今日は野宿。クレソさん。ありがとう。レース見てみて。レース？今？市民レース。うん。なんか違うの来たんだけど。それは俺。上田さんかも。これ上田さんの。ビットインヒッツロングコース。あ、作ったから。あ、すごい。すごいコース。コース、トラックビュー。度数が高くて美味しく危険ない。わあ、すげえ、すげえ。それ那島さんかな。あのね、これね、これ試走して28分かかりましたね。こっちがスパイス系なんだね。そうですね。なんかスパイシーの種類が違って。楽しいよ。ドラグルにハーネスつけて走ろう。ジンジャー。キノコさ、ぶち破っちゃったからさ、燃料マックスで乾燥できないから、どっかで一回燃料補充しないといけない。ピットインポイントがちゃんとある。ピットイン必須系は面白そう。耐久レースだよね。そういうタイミングどこでやるかっていう。ありがとうございます。よかった。みんなに褒めてもらえて。さあやろっから思ってんだよね。あ、そして終わった。だからコース途中にあるガソリンスタンド経営者はあのリッター1000円とかにしといてっていうそういうのができるね。ということで、始まりが2時50分だったので当然のごとくあっという間でしたけども、まあでもね、普通に考えたら生放送2時間やったらだいぶ結構長めのことはできるはずなんですけど、ことストグラにおいては一瞬ですね。まあでもちょっとやりたかったこと、家事の名前付け、プレゼント受けたのでとりあえず OK です。なんかやり忘れてることいろいろある気もするけども、まあ仕方ない。で明日はね、その土曜日が池ハロがあるのでそれの準備はするけど、んーでもちょっとは入ろうかなっていう、まあの放送するしないにかかわらず街にはねちょっと入ってたりするからね、クラフトしたり牧場やったりとかで、今日は牧場をやらずに済んだけど、
ありがたいこって。で、どの道土曜日はあります。土曜日はあのサーカスの本番があるから、それを見に行きたいしね。で、日曜日も池原行くから、土曜日もね、そんなに長くは、どうだろう。仮に5時までやって、で、10時ぐらいまで寝て、お昼ぐらいに行くみたいなのするんだったら、まあ、土曜日はちょっと早めの集合なんで、明日は、あるかなぁ。まあ、ちょっと明日にならないとわかんないんで、明日は明日の風が吹いてろ、にします。ということで、今日はここまで。おしまい。